こんにちは。行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、前回お伝えした行政行為の瑕疵、このテーマについて少しですねお伝えしたい重要な判例がありましたので、そのご紹介をいたします。このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した受験勉強の経験に基づいて、勉強方法、それから試験対策をお伝えしております。間違いやすいところ、試験出やすいところをお伝えしていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。まずですね、今回お伝えするのは、最高裁のですね判例なんですけど、昭和48年4月26日の判例ですね。課税処分と無効に関する判例の内容となります。行政書士試験で出題実績もある判例となっていますので、ぜひチェックしていただければと思います。で、このお話をする前にですね、少しおさらいになるんですけど、瑕疵ある行政行為、これがですね、重大かつ明白な瑕疵、これがある場合には、無効となりますと。ただし、ない場合には、あくまで取り消し可能ということになります。取り消し可能というのは、取り消されるまでは有効ですということですね。で、今回の判例はですね、この無効になる場合、重大かつ明白な瑕疵がある場合は、無効となるということなんですけど、今回お伝えする判例ではですね、この瑕疵がですね、明白はないんですけど、重大な瑕疵のみの場合でも無効となったというケースになります。どのような事案だったかというとですね、まず、A さんという人がいます。で、この人がですね、不動産を売却したんですね。で、売却した理由というのが、自分の経営する会社ですね、それの差し押さえをこう逃れるために、行った不動産の売却なんですけど、問題があって、この不動産を売却するときにですね、この A さんの義理の妹夫婦 X さんたちとします。その X さんたち夫婦の名義の偽造売買契約書ですね、売買契約書をこの X さんたち夫婦名義に偽造したんですね。そしてこの不動産売却行為っていうのも行いました。で、結果ですね、この不動産を売却した、譲渡所得としてですね、この X さんたちに課税処分がされてしまいました。当然ですね、この X さんたちがですね、この課税処分は無効であるという、確認訴訟を起こしたわけなんです。この課税処分、重大な瑕疵があったと。ただし、明白な瑕疵はない。ですが、無効とするということになりました。理由として、判旨を読むとですね、そのいわゆる課税処分っていうのは、課税庁と非課税者との間にのみ存在するものであって、この処分を信頼する第三者の保護、これを考慮する必要のないっていうことを考えると、この明白な瑕疵というのがなくても、今回のケース課税処分の場合はですね、重大な瑕疵のみで無効とするとといったようなですね内容が書かれています。ですので、第三者を保護する必要がない場合ですね、そうしたときは、この重大な瑕疵ですね、それによって、この非課税者がですね、不利益を被るっていうことが、著しく不当と認められるような事情がある場合はですね、明白な瑕疵がなくても無効であるという結論になりました。ですので、瑕疵ある行政行為ですね、ここに重大かつ明白な瑕疵がある場合は、当然無効ということになるんですけど、今回ご紹介した判例のようにですね、課税処分のケースではですね、このように明白な瑕疵がなくても重大な瑕疵のみで無効となったというような判例もありますので、出題実績もこの判例ありますので、チェックをしておいていただければと思います。以上ですね、本日は瑕疵ある行政行為のちょっと補足の、出題実績もある判例のご紹介をさせていただきました。本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法、それから試験対策をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。